ドルトムント香川、18年2月2日、撮影、飛行、ドルトムント MF 香川真司、2.9は31日のバイエルンミュンヘンとの大一番でベンチ入りしない見通しとなった。特使やクラブ公式サイトの先発予想で、ベンチ外となっている。2月10日に足首を痛めて離脱した。シュテーガー監督も戦列復帰まであと2週間かかるとしていた。ドイツ代表 FW ロイスも欠場。